はい。カバージョグロカッパ委員長です。さてと、じゃあ、このね、えー、自民党総裁選の続きいきますけどもね、ここでね、ちょっと注目するポイントがあ,ありまして、えーと、この立ち会い演説会、あ、そうそうそう、URL 載せしておきますんでね、結構ボリュームあるんですけども、あのー、まあ、もし興味ある方、もう見たって方もいらっしゃると思いますけどもね、まだっていう方はちょっと見てみてもいいと思います。でね、ここでね、この、まあ、前もね、これちょっと一回話題になったと思いますけども、 この自民党総裁選立ち会演説会で、この拉致被害者、このなんだ、ブルーリボンですよね、このバッジありますよね、これをね、している候補としてない候補、これ、2人ずつ分かれたんですよ、これ、まあ、画像を見たままで、結論言っちゃうと、岸田さんと高市さんはつけてらっしゃる、河野さんと野田さんはつけてないんですよね、うーん、なんか分かりやす <laughs> ね、つけたり外したり、なんか忙しい人もいましたよね、うーん。 まあそれはあの河野さんだけじゃなくて岸田さんも実はそうなんですけども例えば河野さんの場合は出馬記者会見では確かつけてたんですよ。よ でテレビに出,て出るときはまた外してで、この告示の日の立ち会い演説会でも外してっていう、なんかよくわかんない使い,わ使い分けっていうのかな、これ。<laughs> その日の気分かなんか、それともなんか誰が見ているからみたいな、そういうなんか誰かみたいな、どこかみたいな対応なの、これ、一つの。よくわかんないですけど、まあなんか河野さんはそういうことしてて、岸田さんは岸田さんで、確かね、なんか岸田さんもご自身の,の YouTube チャンネルをお持ちなんですよね。でそここでなななんんかかのブルーリボンつけない理由をなんか 問われるところがあってそこでなんかその説明をいろんなバッチあって大変だから整理したってなんかそういうこれを信念っていうのかどうかよくわかんないですけどそれをご自身の考えね持ってね語っていたのにねなんかつけてますよね今回は <laughs> だから結局ねこの河野さんもこの岸田さんもさ ねまあ、そもそもねそんなものに興味もない野田さんは論外ですけども、やっぱりね、このコロコロ意見とかね、えー、そう、だからしゃべることもそうだし、ね、このそれに伴ってこの行動もねコロコロ変わるようじゃ、だからこう、風見鶏みたいなことを言われるわけですよね、そういう人にやっぱりお任せしたくないじゃないですか、我々こ、ねこの国民としては、うん、なんだろう、もうなんか、もうだからってね、もうつけなくてもつけてもどっちでもいいだろうみたいな。 っていうこの逆切れされても困るんですけども <laughs> ね、うん、まあ高がバッチされるとバッチですよね、うん、まあそう考えるとやっぱりね、さっきもブレないという話をさせていただきましたけど、高市さんね、うん、そう、だからやっぱりこのね、あのおっしゃりようもそうだし、その行動もやっぱりそうですよね、うん、あの一貫してますよね、うん、で今度はね舞台がえっ、ー、とねテレビかな、うん、中のねこのあのほら えー、同性婚の是非をめぐって、なんかこのね、河野さんと、ね、岸田さんが、まあ、やり合ったところまで行かずに、なんかしょぼーんみたいな、<laughs> なそういうね、えー、なんかやり取りがあったみたいなんですよね。 えー、河野大臣が17日のこのテレビ朝日の番組かなで、えー、同性婚の是非をめぐってこの岸田前政調会長に見解を、ねえーまあ、問いただすみたいなそういうなんかシーンがあったらしいんですよねで岸田さんはね、えー、この多様性を認めるということで議論があってもいいと思うがまだ認めるところまで私は至っていないと答えたそうなんですよね。 うーんなんか、ん <laughs> ーみたいな、ね、ズバッとはっきりね、うん、いや、まあ、わかりますよ。ね、なんでもかんでもこの白黒つけろとか、そんなこと言うつもりはないです。ね、ねイエスかノーか、ね、えー、右か左かどっちかしかない、ね、そんな乱暴なこと言うつもりはないんですけども、ここはやっぱりね、だって是非を問われてるわけでしょ。うん。なんかね、この、そ,のそう、まずこの人ね、その議論っていう単語を使いすぎ <laughs>、ね。それはあのなんか 何て言うのかな、そのいや、断定っていうんじゃないな、そのご自身のね意見をこの,あのはっきりと語るのをこの避けようとしているんですよね、うん、そういうのはやっぱりね、あのなんだろうな。 やっぱリーダーとして、えー、だってさ、結局ね、な、え、ん、ー、でも、まあ、そもそもがね、この我々日本国民一人一人、えー、もそうだし、ね、しかもなんかこういう組織、ね、組織っていうかもう日本のリーダーを目指すわけでしょね、リーダーでしょうん、決断の連続なわけですよね。うん、ちょっとそういうのはね、ないと思いますけどね。で、まあ、このなんか、ちょっと話戻るんですけども、その、うん、なんだろう、うこのテレ朝のこの番組 えー、なんかこの番組のこの構成が。 なんか自民党、多分これご覧になった方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。自民党総裁選候補者4人がね、それぞれが、まあ、相手を選んで質問を投げかけるっていう、そういうコーナーがあったみたいなんですよ。これちょっと僕見逃したんで、これ見ときゃよかったなぁ。<laughs> まあそんなコーナーの中で、この河野太郎さんが、まあ、岸田さんにね、えー、質問したんですよね。河野さんは、ね、16日のこの報道各社のインタビューにおいては、この選択的夫婦別姓とこの同性婚について、いずれも賛成 岸田さんはなんだろう、はっきりと答えることをまあ避けたみたいな、うん、これはちょっとね、あのリーダー目指す人の,この態度として、ね、何回も言ってますけどね、こういうのはなんかね、うん、なんか波風立てないようにみたいな、そういうのはね、ダメだと思いますけどもね、うん、で、この自民党総裁選の,の立ち会い演説会、まあ、僕もねこの野田さんのとこだけまだ見てないんですよ。<laughs> いや、わざとじゃないです。<laughs> あの後で見ようと思いますけど、確か順番が河野さん、岸田さん、高市さん、野田さんという、えー、確かあのなんだっけ、えー、出馬表明、えー立候補、立候補をしたあその届け出順か、立候補の意思表示をした順番。 で、えー、このそれぞれ、えー、と持ち時間が20分って言ってたかな。うん、で、えー、なんかこう、ね、私が、なんか総裁になった、暁にはみたいな、ちょっと安っぽいですけど、<laughs> そんな、あのしょうもない感じじゃないですよ。ね。えー、っていう、なんかそういうあの演説会があったんですよね。うん。で、見させて、途中までなんですけど、まあ、要はメインと言われるさん、メインと言われてたちょっと能さんに気の毒なんですけども、まあ、その河野さん、岸田さん、えー ね、高市さんと順番でこの見させてもらったんですけどもやっぱりね違うんですよね、うん、あのいや全然違うんですよ、うん、あのご覧になった方はもうねすぐ気づいたと思うんですけどもまず河野さんはあもう最初からあまあ河野さんが言いたいことを言ったっていう印象、うん、まあ私が ああ、まあ、こうこう、こういう感じで総裁になり、えー、だからこういうことに取り、まあ全部言ったらちょっと時間なくなっちゃうんでね。うん。で、最終的に、星もつかめるみたいな。<laughs> 最終的ではなかったけど。うん。まあ、そんなところもあったり。まあ、ご自身の思いをまず述べられた。最初から最後までそうでした。河野さんはね。で、ね、次、岸田さん。岸田さん冒頭にまず、えっ、ー、とね、 菅総理に対して、ね、このお疲れ様でした的な発言をまずされるんでそこから入るんですよね。うんまあ、コロナ対応で、ねえー、尽力された、ね、陣頭指揮取られてね、ね、えー、まずはなんかお疲れ様でしたみたいな、そこから入っていくんですよね。うんでまあ、内容的には、まあ、その後はね、えー、まあ私がって、まあ、前回ね、ね あの総裁選に敗れたっていうところから、まあ、なんかご自身の,、えー、なんかこの過去なんかも振り返りつつ、ね、地元・広島でっていう話もしつつ、まあ、私があ総裁になったらあ総理になったらっていう話を、まあまあ、総理になったらっいう言い方おかしいな総裁になったらっていう話を、ね、していくんですよね、これはまあ河野さんとうん、まあ、同じような感じですかね。うん、その後は 冒頭で菅さんへの言及があったんですよね。で、次、高市さん。高市さん、まず、なんだろうな、そのコロナもそうだし、その自然災害、あ今この台風でとかっていう、ねいや、まあ、国民へのメッセージから入るんですよね。うん だご自身の思いとか、ねえー、そういうい政策的な話とかをする前に結構な割合だったと思うんですよね、1分、2分とかじゃなかったんですよ、結構尺取って、ね、そのコロナで苦しんでる方、ね、自然災害に遭われて今まさにこの台風でっていう話をされるんですよまず日本国民に対してっていう話から入るんですよ、高井さんはね。ねそのの後菅、えー、菅総理菅政権に対しての話を 続けけるんですけどもでその後ですかね、だからもう多分ん4分の1、20分だからね、いや、5分で収まったかな、だからまあ残りまあ5分だったとして、まあ、15分ですよね、うん、4分の1、その自分以外の誰かとか何かとかに対して、えーまあまあ、感謝の気持ちとか、思いをなんかそう述べられるんですよね、うん、菅政権に対してはまあその感謝の気持ちであってると思うんだけど。うん で、その後から、まあ、ご自身のね、えーまあ、その政策的なこととかあその総裁への思いとかっていうのをこう、まあ、語られるんですよね、うん、この辺がやっぱり大きく違うかなって、僕、うん、もう毎回言ってますけど、この別にね、変な話ね、ね、別に河野さんでも、ね、岸田さんでも、ね、高市さんでも、何だったら野田さんでもね、うんで、男性か女性かとかね、えー、ベテランか新人かとかね。うん あの出身がどこだとかもうはっきり言って関係ないんですよ。ね、日本国民、ね、日本にどんだけ向いてるのかっていう向いてるってあの向いてる、向いてないじゃなくてその向,き合う向き合うっていう方ねうん、だそう考えるとね、ねやっぱりこういうねたった一度のこの、ね、演説会、ね、たった一つの演説かもしれないですけどもこの辺がやっぱり高市さんはやっぱり違うのかなって違うのかなってあの変な意味じゃないですよ。うん 他の候補者はあ、やっぱりなんかね、俺が、自分が、僕が、私はっていう、もう当に河野さんはそれだけでしたからね、<laughs> はっきり言って、うん、内容もうそうですね、まあ、保守とはみたいな話をされて、でまあ、その寛容さだとっていう、おっしゃるんですけども、あまりなんかそういうのこう、入ってこなかったですよね。うん だからやっぱりこういう、ね、たった1つの演説かもしれないですけれども、うんまあ、高橋さんはまず日本に、日本国民に、ねま、ずこの向いているっていうのが、うん、やっぱりわかるんですねこう伝わってくるんですよね。うん まあこの辺がね、やっぱり、うん、だってこの総裁選は確かにね、自民党内のお話でしょうよ、ね、党員とね、えー、っていう話だと思いますけど、その後の総選挙はもうね、だって結局総裁選イコール、もうその次のね、この総理大臣、ね、政権を取って、えー、っていうところをみんな考えてるはずですよね。ってことはもうこの時点で、ね、少なくともね、日本国民とね、この向き合う気もないような人は、は、論外じゃないですか、うん。 って思いましたけどもね、うん、で、これ、僕はあの確認した動画は、この自民党オフィシャルの映像だったんですけど、これ YouTube でね、えー、自民党総裁選、えー、立ち会い演説会って叩くとかなりたくさん映像出てくるんですよ。例えばなんかね、富士だったり TBS だったり、えーまあ、日テレとか、まあ、朝日もあったんですけど、どういうわけかね。 NHK、NH まあ、わかんないです。全部、ざーっとなんか時間かけて確認したわけじゃないんで、たまたまね、うん、見つからなかっただけかもしれないですけど、NHK だけね、なかったんですよ。NHK が放送した分のこの立ち会い演説会の映像っていうのが、NHK は YouTube に、あれでも、他の案件、ね、なんかこう、なんだろう、結構あったと思うんですけどね、NHK が扱った分だけ確認できなかったんですけど、その NHK がね、 なんかその NHK のこの放送を見ていた人たちからクレームがね、殺到してるらしいんですよ。何かっていうと高市さんの時だけ音声聞きづらくなったっていうんですよね。<laughs> えこんなとこでも妨害活動 <laughs> 破壊工作みたいな妨害工作みたいなのをしてるんだ。へえ。ー。いやだって NHK はこのニュース枠でね、この自民党総裁選立ち会い演説会中継してたんですよ。ね全候補者ノーカットで放映したんですよ。ところがね、うん。 まあそもそも政党内の選挙をこれだけ報じるのもね、違和感しかないんですけどもね、まあ、来たるべきなんか総選挙だよね、この党首とか候補者の,この第一声、まあ、各党の政策を余すことなく報道するんだろうけれども、ね、NHK はね、なんていうのかな、その高市さんの時だけ、なんていうのこのハウリングっていうのかな、なんか聞き取りにくいような、うん、そういう感じになるんですよ。うん、これわざとなのかなって。 ただね、ちょっと思い返してみたら、ね、この岸田さんの時もこも、僕が確認したのは、この自民党オフィシャルのでの映像なんで,かんです、自民党オフィシャルが、この NHK の報道を内容をなんか、使ってるとは思,わない思えないからな、そう、僕が確認した映像では、岸田さんもね、最初だけなんかね、なんかちょっと聞き取りにくい感じだったんですけど、でもすぐなんかマイクっていうか、なんかちょっとね、あの調整したみたいで、あ普通に聞こえるようになったんですけども。 高井さんの時なんかそんな気になるようなところあったかなってことは NHK はわざとなんかやらかしたのかななんかすごいこもってるように聞こえたっていうそういうクレームが殺到してるらしいですよ NHK の中継を見た人たちからで一方野田さんはねはっきりとした音声で聞こえたみたいですまあやらしいですねこれが本当だったらね まあ、こんな妨害なんかにね、うん、まあ、なんだろう、高橋さんがね、気にもしてないと思いますけども。<laughs> ね、ガンガン突っ走ってって走り抜けてって欲しいですよね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。 はいどうもカッパー委員長ですさてとじゃあ今度は、えー、っと誰だっけ、ひまそろさんの大躍進のお話ですかね、ひ、ね、まあ、そろさんをまあをどのように捉えていらっしゃったかあなたがねちょっと分かりませんけども、まあ、やっぱりすごいと思いますよ、結果もそうだし、ね、後半のなんて言うんですかね追い上げというか盛り上がりっぷりというか、うんまあ、確かに、まあ、知事にはなりませんでしたけども。も、うん いやすごいんじゃないですかね、普通に、うん。やっぱりほら、例えばですよ、例えばなんか、今までも、ね、この元スポーツ選手とか、この芸能人の方がさ、えー、まあ、当然、それなりにこの芸能界とかスポーツ界、ね、アスリートとしてこの活躍して、この結果を出していた人であれば、まあ、知名度は最初からあるわけじゃないですか。顔と名前は売れてますよね、それなりに。うん。でもまあ、この政治は初めてですと。 でまあ、どっかしらこの党に所属して、ね、まあ、公認候補っていうことで、立候補します。で、まあなんか、当選します。そういう人たちよりもよっぽどなんかあの、信じられるっていうのも期待できるっていうのかな。うん。どんな感じなんだろうって興味深く。えだって <laughs>、そういう感じでこの、とりあえず知名度だけはある。ね他何もありませんみたいな人が、ね。 うん、出馬して当選して、なんか、いや、この人、さすがだよねって、そうそういなくないですか、ゼロとは言いませんけども、うん、まあ、基本的には、なんなんていうのが普通でしょ、うん、に比べたら、ね、顔も、逆にね、顔も出さない、ね、基本的にもう、なんかネット上の、なんだろう、この指示だけで、それで11万も取れるんだから、今後、なんかこういう感じの人って、増えるんじゃないですかね。 で僕はそれでいいと思いますけどね。うん、ね、えーまあ、確かにね、当選したこの、例えば小池さんなんかもう290万,、まあ、万で43%、290万で43%か、なんか投票率、やっぱり言うほど高くはなかったんですね。で、えー、石原さんでこの164、えー、蓮舫さんが126。 まあそこからやっぱりガクッとそれぞれ、ね、この下がっていきますけども 7, 7番手ですからねひまそろさんね、うんえー、10万5405これは最終的なあれじゃないのか、えー、でもこれは歴史的な、えー、大記録って言っても過言じゃないんじゃないですかね,ねだって最小限こかかったコストだって選挙運動、ね、かかったコストはもうほぼほぼ最低限最小限じゃないですか のコストで、ね、こんだけの一定の,この票を確保することができるっていうことですからね。まあ、このあと、まあ、まあ、でもそもそも暇らさんは、この石丸さんをこのなんかこの当選阻止するためにっていうふうに、ね、最初から言ってましたからね、うんまあ、まあその目的も、まあ、どの程度影響力を与えて、ねうんあ、だったのかっていうのはちょっと分かりませんけども。 まあ最終結果、ねうんあ、結局11万超えたんだね。11196、えー、票。素晴らしいじゃないですかね、うん。まあでも、それもそうですし、あとこの,そのすぐ上の内海さん、安、ね、野、えー、さんとか内海さんとかも、ね、玉神さんとひまそらさんの間に。 うん、2人いるんですよねひまさわさんの前線はね、まあ、なんかもう普通にすごいなって次なんかこの政界なんか政治にチャレンジしたりするのかな,なんか選挙とか考えてるのかなっていう興味はありますけども個人的にそれを内海さんが上回って櫻井さんが下回ってしまったのにちょっと衝撃ですかねなんかこの陰謀論みたいなのってやっぱなんか人って好きなんですかね てかなんだろうな、この政治、政治と宗教ってやっぱりなんか、あれですね、もっとがっつりガチガチに規制かけないとだめですね。なんかすぐなんかこのカルトっぽい方向になんか、うん、先鋭化していく、なんそんな気しませんかね、うん。ね、どっちが先、ね、どっちが母体で、スタートがどっちでとかっていうのは関係なく、うん、途中からだろうが、最初からだろうが、やっぱここはもう本当、確実に分離させないと、 うん、って思いまますけどね、まあ選挙でコスパとかっていう考え方が果たしてどうなのかなっていうのはあると思いますけども、ね、だって実質、もう本当にこの、ね、最初に納める300万だけでしょうひまそらさんはそれで11万票ですからねだって他の、ね、例えば有力候補者、ね、小池さんとか一体いくら使ったのかなって、ね、スタッフも引き連れて。うん、ね 小池さんよりも、この石丸さんか。ね。石丸さんはだって <laughs>。あの。まあ、この。もう一個のチャンネルの方でも見ますけど。うん。なんだろう。その選挙期間中の、このゆう、例えばユーチューブとかのさ。ね、このインプ。だ、要は再生数ですよね。ものすごい数のこのチャンネルが。あまあ、この後なんか。あ。それのせいなのかな。なんかこの切り抜きっていうか、そのオリジナルがもともと別にあって。で、ね、それをなんか、この。 いや使い回す、なんかこのベースにこ加工してみたいな、そういうの,このなんか制限かかるっていう、そういう動きを取りましたよね。あれ、よその国ではどうなのかちょっとわかりませんけども、うん、とりあえず日本のこの YouTube では、その、いわゆるこの切り抜きっていう手法が収益化の対象から外されるらしいですよね。もう外されたのかなが、もしかしたらね、この石丸旋風が <laughs>、ね、主な原因だったかもしれないですよね。尋常じゃない数、チャンネルブワー,ーできて、ね、 でどこもかしこもかなりの勢いで回ってたんでただこれあの、多くの人に、ね、見てもらえたかっていうとそうとも言い切れないんですよねもう動員かかってたんで,でその証拠にこのただこのアップされて公開されている映像の再生数っていうんじゃなくて、えーまあ、それも多分、見る人が見ればいわゆるあの半島のやり口もここでも発揮してますよね一緒ですよ、うん、あれなんんかもそうじゃんバイド君ね。 公金注入された、あ半島流ね、公、う、金、ん、注入されたこの部隊がさ、ネット工作部隊が、うん、だってあったじゃん、名前なんつったっけと忘れちゃったけど、うんで、それがもうなんか F5 連打するっていうのはも有名だったじゃないですか、うん、それと似たような現象が起きてたんですよね、このライブ、うん、ライブ配信するときの、い、う、わ、ん、この同時接続人数って出るじゃないですか。あれがなんかもう露骨に、ね、選挙後 うん、なんか反省会みたいな,なんかライブ配信を確かに石丸さんがやられたそうで,でその時のなんかもうあからさまにもうさーっと離れていったっていう <laughs> もうほら一区切りついて仕事おしまいだったからさ、ね、だから本当にこの人のことをよしとして応援して、えー、ずっと信じてついていくぞっていうなんかいわゆる信者の人たちはまだまだそうでもなかったっていうそういうことなんですかね。 それ考えたら、一体いくら使ったのかなって、ね、とりあえずなんか2億用意したとかなんとかって言われてたじゃん。ね、で、ひまそらさんはおそらく300万ですよ。うん、で、まあ、そのねあちこちで演説したりさ、ね、車も用意するしさ、うん、だから300万よりもこの時間と金と人手をもう相当、ね、コスト相当かかるわけですよね、うん。全部フルボランティアかっていうと、あっ でもなんか石丸さん、そういえばさ、このツボック、ね、ツボ絡みであそこはだって無料でスタッフ貸してくれるんだよね。うん。誰か言ってたよね。実際に見に行ったら、ものすごく手際のいいスタッフばっかりだったって。それはツボックでもはあれだよね、慣れてるもんな。各候補者に、毎回毎回このね大量に派遣して、経験値積んでるベテランスタッフばっかりだからな。ツボスタッフ。うん。へーって、その時も確かに思いました。 なるほどね。そういうところであれだ。あの節約してね。ねでもネット上で、うん、なんかもう、うわーってなってる予想を追うための資金をそこでこの確保してるんだね。節約してね。なるほどね。うんまあ、それに比べたら政見放送も顔も出さずにね、うん、半日くさますごみにも、まあ、ほぼほぼまともに取り上げられたりもせず。うん ほとんど、ってかもうほぼ100%ネットでの活動だけで、ね、300万でね、11万票。もう今後なんかこういう、だから候補者が増えてくるっていうだけじゃなくて、ね、それが通用する世の中に、えー、変わっていくんじゃないですかね。ね、これがだってほら、あくまでもこういうやり方、こういうやり方っていうとちょっとなんか語弊がありますけど、ね、うん、それでもいけるんだ。じゃあもっとうまくやるには、たぶん頭のいい人、もっともっとなんか、ね、ネットベース、ネット主体のね、 うん、それでもこの人を引きつけるなんかそういうい見せ方じゃないけど伝え方みたいな、うん、多分なんか頭いい人どうだろうな,なんか you、ね、YouTube でなんか YouTuber とテイクンで選挙で勝てるかってそれもまたなんか違うしなまあ、なんか、うん、考えてもなんかいこの組み立てられる人が多分出てくると思うんで、うん、だからそういう人たちをブレーンに、ね、スタッフになんかこのっていうやり方をしてくる人も増えてくるんじゃないですかね。 でそれに応援するっていう人も、うん、世の中にも有権者にも、まあ、東京都に限らず、うん、どん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 そういうふうに、うん、政治とか選挙自体がだんだん変わっていくきっかけになるかもしれないですよね。うん、でなればいいなと思う、ね。なんかもう選挙なんかもう行ってもなんかやってもやらなくても結果なんかもう変わんねえんだしとかさ、ねうん、相変わらずなんかもう NHK ね うん、NHK だったりとか、あとサンモニとかにこのかじりついちゃうような人たちが、ね、うん、いやこの1票、重みち、違うな、なんかこのそういう偏りっていうのかな、若い人たちがこの選挙に行くとか行かないとかって、なんかあるじゃん、うん、だからその辺もなんかこの、変える、うん、きっかけになればいいですよね。うん そういうい意味でも、うん、なかなかすごい爪痕を残したことになるんじゃないですかね、まあ、次どうされるのかちょっと分かりませんけども。まあ、とりあえずはね、桜井さんもひまそらさんもどうもお疲れ様でしたということで今回は以上です。 はいどうもカンジーですじゃあ、今度はひまそろさんですかね。ひまそろさん杉田水脈議員ですか。えーと、じゃあ、まあ、早速、この杉田さんの発言部分から見ていきましょうかね。今回の都知事選で、私の思い方向性に最も近い人はひまそろねさんですっていうことらしいんですよ。へぇその内容がちょっとなんか興味深くて、要はこのひまそろさん、この、なんだろう、イラストっていうかこのキャラクター、アイコンのキャラクターもそうですけど、 まあ、ファンアート、ひまさらさんの,このし、ねえー、支持しているファンの人の、うん、なんか作品らしいんですけどもで、それを見て、えー、なんかこのデザインが好きだとあ、杉田さんが言ってるんですけど、このイラスト、顔が好きです。80年代ロボットアニメ、特にエルガイムからダブルゼーターあたりのキャラを彷彿とさせますと。ね、教育界の,このエルガイムなんていう単語が出てくるのがちょっと面白いなと思って。<laughs> ね ガンダム、ゼータ、ダブルゼータもまあまああれですけども、エルガイも出てくるんだ。へぇ。<laughs> ちょっと面白いなと思って。で、今回の都知事選挙、私の思い方向性に近いのは暇かねさんですよと。えー、また暇かねさんを応援しますと投稿しただけで、えー、まあ、迷った連中、ね、クソマスゴミからひどい攻撃を受けているあの新生姜のイワシ食品さんですねね。の状況を見るにつけ、日本の闇の深さを考えさせられますと。 本当そうですよね日本国内で、ね、ジャパンファースト、ね、あるいは場合によってはジャパンオンリー、ね、これを言うだけでなんかもうそれこそ桜井さんも言ってましたよね、うん、日本国内で日本生まれ日本冊しの日本人が、ね、だってもう全てにおいてそれ共通してておかしくないはずなのにてかむしろそれが別にえらいことでもすごいとでもとんでもないことでも何でもないですよね本当はそれが普通で、ね、前から言ってますけどそれをわざわざ ね、例えばこの選挙、ね、こういうなんか,なんかの,この節目というかターニングポイントじゃないけど、そういう、ねうん、年に何回かとか、ね、この定期的にこのあるじゃないですか。でそういう時にに、ね、そこはなんかこの争点というか、ね、わざわざ発言する必要がある状況がもうだいぶ異常ですよね。だってて当たり前すぎてそれわわざわざ言う ね、例えばまあ僕なんかがじゃあなんかジャパンファーストで日本生まれの日本最初の日本人がね日本国内でジャパンファーストむしろなんかこのプって失笑されるぐらいじゃなきゃおかしいんですよねいや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 当たり前じゃないですかそんなの山川ジャパンファーストみたいな,なんかもう別に意識するまでもなくなんか普通にこの息吸って吐くように、ね、日本最優先ね 日本限定。でなきゃおかしいでしょ。でもそうじゃないじゃん。うん。だからわざわざこの発言する人が必要だったり、ね、そういう発信を、再確認みたいな作業をわざわざやらなきゃいけない、ね。そういうことをこのやってくれる人がありがたがられるというか感謝されちゃうみたいな。本当はそれおかしいじゃないですか。ね。そんな言うまでもなく、いやいや、もう右とか左とか、保守とかリベラルとか、中道とか関係なく、 ね、しかも政界に限らず、ね、民間企業でも、ね、役所の官僚どもも何もかも日本、もう広く右から左までもう日本国民という日本国民、日本人はもう全員もう共通理解というかもう当たり前のように、うん、っていうのが本当は普通でしょ、うん、でももういつも言っているとおりこれ、ま、完全に逆転しちゃってるじゃん。ね、だからもう完全に反日売国勢 特にこのなんか半島系にやっぱり乗っ取られてるんでだから、やっぱり、うん、わざわざ立ち上がって、ねうん、大使館前まで出かけていって、うん、あの危険を顧みずに、うん、ああいうことをしなきゃいけないんですよねあの気づかせるためにそうすることで何かを一気にこのひっくり返すとか打開するとかっていうんじゃないと思うんですけどもできればそうしたいですよね、本当はね。うん で、えっ、ー、と、まあ、なんか、半日草正組からひどい扱いを受けてるこの新生姜さんですよと。うん。本当、日本の闇。ね、日本の闇だと思いますよ。まあ、闇というか、まあ、かつてはなんかこのね、目立たないようにこの暗がりでって、だから闇でよかったんですけど、もう正体隠さないじゃない、あいつら。ね、普通にこの切り取って、ね、混乱させて、分断させて、切り取って、売り飛ばしてって、で、私服を壊して、ね、まあ、活動費も捻出して、なんだったらついでに、 ね、本国にこの送金するみたいなことまで平気でやるじゃん、堂々と。何度か止めないとね、まずいですよね。で、えーまあ、今度はこの政治系 YouTuber が暇空兼氏と支持者は、えー、敵ではなく味方を増やす行動をするべきだっていうアドバイス、まあ、多分ね、あこれ、和也さんなんですよね。えー、<laughs> でそれに まあなんか、ひまそらさん本人とか、まあ、あと支援者の人たち、支持してる人たちから、うん、いらんお,お世話だと、<laughs> まあ言われるでしょうね。<laughs> まあ僕もなんか自分のチャンネル動画、コメントでのなんかこのちょっと尖りすぎた、ね、まあだから、どこの、ね、候補者、どこの政党、どこの候補者にも、ね、必ずなんかそういう、この、 あまりにこの尖りすぎて、ね、親衛隊かとか、信者化しちゃっている、ちょっともうカルトっぽくなっちゃってる人たちって一定数いるじゃないですか。ね、その人たちに対して、うぜえなっていう話はまあしたことありますけどもね、僕も。うん、で、まあ、ちょっとなんか、チャラい話じゃないですけども、ね、このひまそろさんもこのちゃんとこの真面目なこの発言というか、政策的なことを、あ要はこの少子,少子化対策について。 仏壇、あれですよ民、ね、党の,のさポンコツ総理の,なんかこの異次元のみたいな、何が言いたいのかっていうか、ね、実態としてはもう我々日本人の比率を下げるつもりじゃねえかよ、こいつっていう、ね、このポンコツ少子化対策でもなんでもなくて、うんまあ、ちょっと突拍子もない部分が含まれてなくもないのかもしれないですけども、まあ、でも、ね、こうしてこうしてこうする、なぜだったらこういう状況があるから、でこの原因を解決したいからって、非常になんか筋が通っているように見,、ま、見えるんですけどもね。うん ひもらさんの少子化対策ですかね、えー、まず1、えー、赤ちゃんポストもっと合法かつ拡大し、赤ちゃんポストに、えーまあ、捨てるって書いてありますけど、もう300万ぐらいもらえるようにする、過去出産にかかる費用もほぼゼロにする、えー、2、えー、企業に育休義務化する、えー、今の障害者枠を代わりに減らしてもいい、障害者を、えー、無理に働かせるよりも、えー、健常な女性が出産する間、えー、を負担する方が良いと。 で3、えー、捨てるのではなくコウノトリの代行、養子を待ち望む人たちがいること、産むことは尊いこと、中、え、絶、ー、は殺人というキャンペーンを打つ。うん、なるほど。えー、4、えー、養子にする子供が余りそうになったら、年、え、収、ーね、2000万以上の家庭でこなしの場合はこなし税を10%載せるなどを追加で行うと。でえー、5番目が養子への犯罪を厳罰化する、過去虐待や加害など。 っていうこんな感じですかねとなんで,、まあ、でかっていうその最後まとめですかね、えー。産みたいわけでもない、えー、人に産ませるより、中絶している子どもを産まれるよう導いて、えー、養子として育てる義務をつけることで、どうせ育てるなら実施という方があ少子化の対策になると思うんですが、どうでしょうかっていうふうに言ってるんですが、これはどう思いますかね まあ捨てるっていう表現はまあもうちょっとなんかオブラートに包んでもよかったかなと思いますけどまあお金をっていうのはねさておき300万つてってましたっけまあ赤ちゃんポスト拡大はそうねあの各都道府県に一つぐらいはまあ少子化対策という意味ではないんですけども厳密にはうんまあ,あってもいいのかなとは個人的には思いましたけどもそうですか杉田さんはエガエムそっかなるほど まあ、ほぼほぼ同年齢ですからね、うん、確かにエルガイムかヘビーメタルですよね <laughs> どっちかっていうと結構マニアックな作品だったような気がするんですけどね、うん、アモンデュールとか出てくるやつだよねアシュラテンプルとかね、うん、まあいいか <laughs> ということでえ今回は以上です はいどうもか、園長です。じゃあね、最後はね、えヘイヘイガールズの話か。ヘイヘイガールズじゃないな。<laughs> 根元ガールズだって。うん、まあ、いるんでしょうね。ね、だって山上ガールズとかもいたし、だってそもそもがさ、ね、オウムにもなんか女性信者、ね、かなりの女性信者がいましたよね。うん、だからまあ、そんなもんなんじゃないですか。ね、うん、別に不思議でもなんでもないですけど。あ、そういえばね、また僕なんか恥ずかしい、よくわかんない、このね、 うん訳の分からんこの日本語、<laughs> 間違ったなんかこのね、この結クルをなんかこうね、あのとんざらかますとなんかこう、何でま通り違えたんだろう、結ツまくって逃げる、結ツまくって逃げるって言いませんでしたっけあれ本当はあの、いなおるとかね、ねなんか本性を、ね、このなんか隠してなんかなんんかかいい子のふりしていたけど、ねいよいよ追い詰められていなおって、おお、こやろうなんだ、いい度胸だなって、なんかいなおる。 とか開き直るとかあそれでこのなんかもう暴言吐いたりこの暴力的になったりとかっていうその本性をあらわにするっていうそういう意味ですよねなんかこの結膜ってこの裾膜ってこのドカッて座ってねをやってやろうじゃないかみたいな無法者の態度のことを言うあの言葉だったらしくてあ,あさっきの品太郎くんの話のことですねあれ品太郎くんの話の時に言ったんじゃなかったでしたっけ なんかもう忘れちゃった。<laughs> 忘れてはいないですけど。ちょっとなんか日本語が間違えてましたね。うん、結膜って逃げるとは言わなかったでしたっけなんだっけな。あ居直って、開き直って、えー、なんかその場をこのなんか逃げ切ろうとすることを言うのかな。なんだろうなどこでそんな言い方を覚えたんだろう。結構あるんですよね。僕、そういうのね、うん。まあいいでしょう。ね、教えてくれた方がいたんで、ね、どうもありがとうございました。 えーと、え、なんでしたっけ平平ガールだっけ <laughs> 平成ガールか平平ガールかなんだかよくわかんないですけども、えー、これもなんか結構なあ記事の飛び,飛び交わってる記事の数がいくつもあるんですけども、まあ、全部なんか見てらんないんであれなんですけどもね平平ガールの話でしょなんかもうあれだって、えー、逮捕でも、ね、都知事選、ね、知事選ではもう暴れてやるからな覚悟しとけよみたいなこれは取り巻きの連中がなんかその吹いて回ってるらしいのかな 取り巻きの連中にね絶対戻ってきて暴れてやるからお前ら準備だけしとけよって言ったのかなまあどっちでもいいんですけどっていう話とかあとこの翼の父さんによるこの論文田村さん、えー、田,村田村亭外戦田村田村拓か外戦かな、えー、が効果あったと効果あったああなんか元放送作家の人がこのテレビ局の、えー、異変を これテレビ局,局側の言い訳かどう捉えたらいいんだろうあれはだって報道しないでスルーしたのは正解なの正解じゃないでしょそれでもなおこいつらはけしからん絶対許せんじゃないの報道機関がやらなきゃいけない仕事はそっち側だったと思ったんですけどねまんまと黙らされてなんか全然違う話をし,しててもしょうがないじゃんっていう話を僕はこの間したと思うんですけど ね、普段なんか嘘でたまんばっかりこいて平気で偏光熱を垂れ流してやがるくせに、ね、真実事実はありのままに報道するっていう意味では、ねうん、実際脅された圧力かけられた、ね、暴言吐かれたそれをそのままありのままに報道しなきゃだめなんじゃないのっていうことを言ったんですけどもそれに対するなんか自己正当か言い訳かなこれはね、うん、とかあと翼の党の異様さの正体 ね、迷惑系 YouTuber とは違う何でしょうね抗菌チュッパ金出プス具合の話もしてんのかなこれ、えー、何か問題でも、えー、なオラオラ意識かそうす一緒じゃん <laughs>、ね、悪いことしてるっていう意識はないんだろう、ね、世の中からは社会から受け入れられなくて炎上するのは分かっていて、ね、それでなんかこの、ね、非難が殺到非難だろうが賞賛だろうが注目を集めて目立てばわ,わっしょい といいう意味じゃ同じじゃゃ同ないのこれ迷惑系とか、ね、詩人逮捕系なんかと同じじゃねえのこれ。うん。何も変わんないと思いますけどね。うん。ただ、多くの人に迷惑をかけたっていう点と、ね、見ている人間を不愉快にさせた止まりなのかっていうのとではちょっと違いますよね。うん。他人にまず迷惑かけてるしね。うん。あ、そこも一緒か。あー見ている人をこの不快にさせる。あ、そこも一緒か。え、じゃあ大体一緒じゃないのこれ。徒党を組んでるのか。 政党、ね、を装った活動家集団なのか、あそうじゃないピンなのかっていう、そのあれでもピンでやってるわけでもないか、あいつらも。ね、さ少なくともカメラマンがいるよな。あと、なんかこの迷惑系とか、この指人逮捕系同士で、なんかチーム組んでたりもしたよね、徒ト党ト組んで、まあ。じゃあやっぱり一緒か。同じですね。<laughs> 同じ同じ、うん。で、えー、とか、 えー、翼の父さん活動拠点に男女10人集団生活って話はしましたよねでその妨害活動の実態だって他の陣営やタレントら自宅住所などの情報 SNS で協力者募る <laughs> なんかこの SNS スマホ駆使して情報を集めてたっていうそういうことか、はあ、いやまあ逮捕はとりあえず逮捕は正解ですよね 逮捕がなんか謁見行為とか,なんか公権力の暴走とか、ね、警察のなんか職権乱用とかそんな風には思わないですね、うん、むしろなんかずーっと税金で飯食わすのは反対ですけどもとりあえず知事選終わるまではなんかもうぶち込んでおいて、ね、その間、チクチク締め上げ続ければいいんじゃないですか。うん であとなんかそこからのなんか日本ファクトチェックセンター,ンターが大嘘つきの集まりなんで、ファクトチェックセンターじゃないもんね、令和新選組、ね、太郎山本さんが翼の党を応援して、ね、相手の選挙区に乗り込めとアドバイスしたのは、えー、嘘だ、デマだ、誤りであるっていう、なんか、あアンチコミの方みたいなことをや,やろうとしてるんですよね、ファクトチェックセンターだ,だって、大嘘つきじゃん、あれ。 <laughs> ねお前らにこのファクトチェック仕掛けるぞっていう、そんなレベルじゃん。うん。てか、そんなことするのももう無駄だかと思って、誰もこんなもん見限ってるでしょ。どこがファクトチェックセンターだよって。ねえ、パヨった連中がこの迷った報道を、このなんかファクトチェックなんかできるわけがねえじゃねえかよな。うん。あれ、そんなことないですかね。ファクトチェックセンター、機能してます<笑><笑> お前のなんかもう脳みその怒り具合、怒り具合をこのチェックした方がいいよ、病院で、本当に。で、えーでまあ、そ,んなそんな太郎・山本さんとこの令和新選組からなんか離党届を出した、離党者がなんか相次いでるって書かれてるけど、そんなに相次いでんのうんでもその人はその人でどうなの何を理由に辞めるのかによるじゃん、ね。もうこの人たちと一緒にやっていけないと。 なんこの笑いの方向性が違うみたいな感じでさ <laughs>、目指すところが違いますみたいな、途中で気づいた、途中で気づく、あまあ、絶対ないとは言い切れないか、最初はいい、最初、ほんの親いか、こうんみたいな感じで、もうなんかもう、ついていけないと、これは日本にとってねプラスになると思ったのに、改革だ、変革だって、日本が良くなる、日本を良くするためにと思ったのに、全然違う。 あまあ、絶対ねえとは言い切れないか。うん、でもほら、金い取り分で揉めたりとかさ。ねなんかこの、ほら、うちは揉め好きじゃん、あの人たちって。令和に限らず。ね反日外国勢、ねえ、頼った連中ってみんなそうじゃん。ね本国見てれば分かるじゃん。ね絶対金で揉めて空中分解。ね売りも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 じゃん。ずーっと。<laughs> うん、だからその場合はなんかあれだよね、やめてもなんかよそ行って、んかね、本当の居場所がっていうふうにはならないだろうな、うん。第二令和みたいな感じになるだけじゃないの、どうせ。まあよくわかりませんが、さあ、じゃあ、平いガールの話を見ていきましょうか。えー、根元ガールズ、えー、翼の塔、えー、黒川容疑者ら逮捕でも、えー、都知事選で暴れるぜ、爆音へいへこれ、あれじゃないのなんか音楽番組ってなんかぶるからなんかやだな。<laughs> えはなくなりそうもないと。うん、まあ、なくならないだろうね,ね。ちょっとしばらくの間、ね、まずい飯食わして、ね、思い知らせてやるにはならないでしょう、なめくさってくから。うん、から見せしめにやか、やっぱなんかもう本当、ね、もうこれに限らずですけども、やっぱりこの犯罪者とかさ、ね、言っちゃいけない、やっちゃいけないことをやらかして、この調子こいてるやから、片っ端からやっぱり、徹底的に痛い目見さなきゃ、うん、多分何も伝わらないんだと思いますよ。 うん、逆になんかこ,ここまでは大丈夫だけどこれ以上はだめっていうなんかあやっぱこれはいいと思ったけどだめだったんだみたいなデータ収集ぐらいにしか思ってないだろうどうせこいつら、うんね、むしろなんか無期とか死刑ぐらいまで持っていかないとだめなんじゃないだって民主主義の根幹、ね、選挙を妨害しに行ったわけでしょ、うん、で別に重罰厳罰でいいと思いますけどね,、うん、ね懲りるとか反省するとか悔い改めるなんてものを ねないだろうだってえだって半島のあれらどうよ反省して学習する生き物だっけ違うよね、うん、答え出てんじゃん無駄なんだよ、うん、えちょっと言い過ぎ厳しすぎますかね僕はそんなもんだと思いますけどね、うん、まあだからなんかね、うんあのー、甘いんですよやっぱり犯罪とか約束破ったとかさねえ、うん な人に迷惑をかけたとかね、人もこの騙したとかね、うん、なんかそういうのに対して全般、日本でなんかゆるすぎませんかねうん。ね、初めてだろうが、ね、この、なんだろう、何度も何度も繰り返している、ね、やからだろうが、犯罪は犯罪ですよね、妨害は妨害でしょ、うんで。逮捕は逮捕じゃないですか、ね。だからもう勘弁とかじゃないと思うんですけどね、うん。で、全く懲りてないし、周りの連中も含めて。 何が爆音「へぇへへぇ」だよなめんなよって <laughs>、うん、だもうなめられちゃってるから、うん、だからもうなんていうの水準っていうかこのハードル上げなきゃしょうがないよねもう5段ぐらい、うん、だせいぜいねどうしてもこの、うん、今回は勘弁っていうんだったらもう次もう,もう一発アウトで死刑とかそんなんでもいいんじゃないですかいやもう最初からでいいかなと思いますけど さてどうでしょう、翼のトゥーさん。それでもやっぱりこうやって信じてる人がいるっていうんだから、日本ってやっぱりね、うん、なんか自由とか権利とか、どうも全体なんかご、ね、勘違いしてるし、履き違えさせちゃってるっていう、な許さがなんか、あれだよね、そういうのって自由とかと違うと思うんだけどな、ね、お互いに約束を守る、ルールを守るっていうのが前提としてないと、ね、自由ってなんかもうただの本当、 それをこの行使してね声がでかいやつね動きが激しいやつだけのなんかってなっちゃったらそんなの自由でも何でもないですもんねただの,この暴力とか暴走になっちゃうもんねなんかその辺のなんか自重するじゃないけどいやこれ言って大丈夫かなとかこれやったらどうなのかなっていうなんかその想像力をまず働かせない勝手なやつが増えましたよねやっぱり昔からなのかなわからないですけど。 まあもうしょうがないよね、うん。そういうこと言ったりやったりしたやつはね、こうなるよっていう、ね、前例をね、どっかでやっぱ用意しなきゃしょうがないんじゃないの、うん、はい。ということで、今回は以上です。 今度は、ね、古田氏さんと角田さんですかね、まあ、古田氏さんが、えー、この法捨てあったじゃないですかかつてね放捨てで、えー、これ前も去年とかお昨年ぐらいもなんかこんなような、まあ、だから暴露っていうほどの暴露にもう今はなんかあれですけど当時ねやめた直後ですかね、うんまあ、なんか話題になったりしてましたよね、うんえー、要はこの法捨てこの圧力ですかね 報道機関ののこの圧力民主党政権時代は大臣クラスや、ねえー、現職のこの政治や連中から直接圧力が来ていたと、ね、黙らせると好きなことを歌わせてんじゃねえよと、うん、でも安倍政権になってからそういうのは全く来なかったっていうふうにおっしゃってるんですけどもまあこれが嘘なのか本当なのかっていうのはまあさておき、うん、ああなんかちょっと突然テンション下がってきちゃったな <laughs> まあいいやちょっと見ていこうかな えーと古舘さん、日本に報道の自由があるとかないとかっていう、さっきのこの報道、なんだっけ、なんせだっけ、報道の自由度ランキングか、ねうん、だかこの辺が、やっぱりなんだろうな、あまあ、気にはなるんだろうね、反日勢はね、やっぱりね。で、えー、日本に報道の自由がない、民主党政権時代、えー、古舘さんといえば、僕の中では古舘さんってやっぱり F1 の実況かな。 うん、プロレス化不安化っていう、なんかそういう感じですけども、えー、2004年から16年まででしたっけ、テレビ朝日系の報道番組、報道ステーションの MC を務めていましたが、あ2009年に民主党政権を取った以降の印象でいうと、結構大臣クラス、えー、現職政治家から直で番組なりに、えー、電話がかかってきて、あのキャスター黙らせるとか、すぐ謝罪しないと困るとか言ってくる感じはあったと、ええー、って思っていたと。 まあ古舘さんもなんかね、番組中もいろいろとこの非難の的にされたりしましたけどね。うん、で12年自民党政権を統合し、第2次安倍内閣となったが、自民党は3年間観察したと思います。えー、ちょっと洗練された。あ第2次安倍政権から全然直で来ないですよと。番組は僕なんかに。えー、でも政治部記者とかからさざ波のようにあの人がこうで、幹事長がああで。 えこうみたいって言いながら廊下ですれ違ったりはしますよ。えー、こういうことが幻覚、幻聴みたいなことはよくあるんですよ。と、まあ、漏らしていたっていうふうに言うんですけどね。うん、どあれなんか思ったのと違うな。なんか全然なんか大したことないな。まあ、いいや、じゃあちょっと次、じゃあ、カノトさんですかね。えー、日本の大手マスコミを痛烈に批判したと。あなた方は文句を言ってこない。えー、安倍首相はガンガン叩き。 クレームが来る公明党バックの宗教団体のことはね、微んも報じないじゃないかあそういう話か、まあ、確かにそりゃそうなんですけどね、うん、あれなんか報道しない自由がうんぬんかんんっていうのとはんかちょっと違いますね記者クラブの話さっき出たけどなんかサンモ森どこかだ三森だったかな,なんかこの名前忘れちゃいましたけどなんかちょっと若手若手の,このなんかコメンテーターが ね、記者クラブのせい、確か言った,言ったとか言わないとかね、えー。でもなんかこのほら、あの関口さんから変わったこの善場さん、善場さんなんかちょっと困った顔してたみたいな、うん、まあ、それはともかくですけどね。うん、あれなんかもうちょっと興味深い話かと思ったら、なんかあれですね。<laughs> もう割とどうでもよくなっちゃった。言いたいこと言い切っちゃったからかな。まあ、勝手に忖度してるからですよね。 それぞれ反日クソマスコミの、ね、都合のいい政権だったり、ね、そうじゃなかったり、ね、都合のいいなんか政治家だったりでそうじゃなかったり、ね、まあだから、ね、報道さっきまで言ったけど報道しない自由ランキングだったら確実に上位ですよねでもってこの記者クラブだってこんな話もぶん昔から言われてることなんじゃないの、うんね、そもそもがあったのなかったのってこういう話も、ね、普通にできてる時点で、うん、かなりなんか この履き違えとかさ、ね、そういうのも含めて、ね、自由保障されてるよ日本なんて、ね、僕はいつもこの日本国内で、ね、反日発言反日行動を禁止するべき罪に問うべきって言ってるけどそんな風にに、まあ、まずならないじゃないですか、ね、この時点でもう、うん、なんか報道機関の,この自由も何もかんもっていうだけじゃなくて、ね、随分反日売国勢のやりたい放題な、ね、世の中そういう社会になり下がってるじゃん 本当だったらもうありえないと思いますけどね。うん。あとはやっぱりね、反日草ごみの嘘だでね、偏更捏造、それとこの報道しない自由の行使、こんなことが許されてる時点でね、どんだけ、どんだけこのなんか放置状態、放置プレイだよって。はぁ、あ、確か古舘さんも、このなんか当時ね、 なんかこの番組サイドとなんかこの思惑がというかね古舘さんもこのなんか取締まりじゃないけど圧力かけられるねそういう対象にされてましたよね、確か。古賀さんの時だっけな,なんかねだから、安,安倍さんと当時自民党の,この安倍さんたちと,あとこの民主党政権時代の,この民主党と,ねちょっとなんか分かりにくかったと思いますけども。 えーとね、15年だっけ、3月末だったかな、法政生放送中のね、まあ、ある意味、放送事故かな、当時の安倍政権への批判で知られて、えー、まあコメンテーターを務めていたこの元経,産経済産業省の,この官僚の古の賀さんという人もね、ね法政最後の出演の際に、えー、自身の降板を巡るこの首相官邸から圧力などを訴えたんですよね、安倍政権に対してね。 古賀さんはテレ朝幹部らの意向があるとも説明してで古氏さんがテレビ側から降ろされるのとは違うと反論して確か応酬になってたんですよね、うん、っていう報道が実際あったんですよねで、ホーステ側あ当時このなんだっけないわの安倍さんから古賀さんをんの話なんてないとホーステ側も言っていたと思うんですよ そそもそも古賀さんが何を言おうが、ね、世論にも安倍政権の支持率にも特に何の影響もなかったわけですよねでも民主党政権自体は大臣や議員から直接圧力がかかっていたと、ね、自分たちが行うのはいいが相手が行うのはダメだっていう、ね、典型的なこの半島流ですよね頼った連中の、ね、もうなんかもうテンプレですよねうこれもね,ね自己紹介、まあ、ブーメランかな、うん、だからアイムノット安倍の人ですよね、うん で結局番組内で、ね、古舘さんがどんな圧力があったんですかつって言っても、なんかめんごめって具体的に言われてもって、なんかね、だからこの私が交番になるなんて番組に安倍が圧力かけたからに決まってるんだってなんか吐き捨ててましたよね。で古舘さんは私の知る限り番組にはそんなもの来てませんよと、ね、話聞かないし、ね、予定と違うことをするし言うし、唐突に意味不明な、ね、自己主張するからじゃないの。まあ、簡単に言うとそんなやり取りだったと思うんですけどで安倍さんは ねえー、妄想で、ね、ではこのアンチ、まあ、反日売国税に、ね、妄想でこの圧力だなんだとイチャマンをつけられてたんですよね、実際はなかったんですけど、でもこう逆にこの民主党政権時代は本当に圧力かけても、えー、報道しない自由が発動される、ね、これでだって本当に安倍さんが、ね、圧力かけてたらどうなってたんだって話でしたよね、うん、なんか昔の話ですけど、まあ、なんか確かそんな感じだったと思うんですよね。うん、はい 以上です。